はい前回よりスタートしましたウェーブラボ講座今回から実際の操作に入っていきたいと思いますまずは起動して各種設定を行っていきましょうウェーブラボを起動するとこのような画面が表示されます初回起動の際は空のプロジェクトを選択したまま OK をクリックしましょうこのように空のプロジェクトとして起動されますまずはオーディオインターフェースの設定から行っていきましょう こちらのファイルと書かれたタブをクリックし、ユーザー設定、オーディオ接続へと進みます。こちらのオーディオデバイスから、使用するオーディオインターフェースまたはドライバーの名前を選択します。ここに使用したいものが表示されていない場合、ドライバーがインストールされていない可能性があるので、一旦ウェーブラボを終了し、目的のドライバーをインストールしてから設定します。次に、下の再生タブ内でアウトプットの設定を行います。サラウンドチャンネルとして8つ並んでいますが、 通常のステレオデータを扱う場合は上の2つ、左フロントと右フロントのみ設定しておけば OK です。こちらがお使いのオーディオインターフェースのアウトプットと対応していることを確認してください。続いて録音タブをクリックし、インプットの設定を行います。設定チャンネルはチャンネル1から8までありますが、実際に使用する数だけ設定すれば大丈夫です。ステレオとしてインプットを2つ使用する場合は、シャープ1とシャープ2が お使いいい。ののオオーーディイインンターフェースのインプットとと対応ししててることを確認してくださいモニター出力は通常再生用の出力と同じでいいのですがもし違うものを使う場合はそちらを選択しておきましょう。なお、オーディオデバイス右のコントロールパネルボタンからお使いのオーディオインターフェースのバッファーサイズを設定することができます。バッファーサイズは大きいほど CPU 負荷が軽減されレイテンシーが発生しますが ウェブラボで行う作業では、レイテンシーが気になるケースは少ないと思われますので、大きめに設定しておいてもいいでしょう。さて、それではプロジェクトにオーディオファイルを読み込んでみましょう。左のメニューの開くをクリックし、オーディオファイル参照が選択されていることを確認します。選択されていない場合は、クリックして選択してください。ここで、お使いのコンピューターやハードディスクから開きたいファイルを選択します。 あるいは左上のファイルブラウザから選択しても OK です。このようにダブルクリックすると、オーディオファイルが開かれ、波形が表示されました。さてここで画面構成やレイアウトについても触れておきましょう。ウェーブラボはここに大きく表示されているオーディオエディターと、その右のマスターセクションを基本として、他にも様々な機能がいくつかのウィンドウにタブとして埋め込まれています。デフォルトでは、 左上のウィンドウにはファイルブラウザやプロジェクトマネージャーなどの管理機能。中央上のウィンドウには各種メーター類。そして右上のウィンドウにはイソースコープやタイムコードなどが配置されています。これらのウィンドウの幅はこのように自由に変更することができます。また各タブを不動ウィンドウにすることも可能です。方法は簡単で、目的のタブを右クリックして単独でフローティングを選択するか、 もしくはそのままドラッグするだけです。ドラッグを離すと、不ウ動ウ,ウィンドウになります。元のウィンドウに戻したい場合は、ウィンドウの上部を右クリックして、最後に配置されていた場所に再びドッキングをクリックします。さらに、このドラッグ状態から、他のウィンドウにドッキングしたり、ウィンドウとウィンドウの間に配置したりといったことが可能です。このように黄色やピンクの目印が出てきますので、任意のところに持っていきますと、 ドッキングさされれる場所が青く表示されます既存のウィンドウにドッキングしたい場合はこのように十字の真ん中の箱を選択します今回は分かりやすいようにメーターが縦に並んで見えるようにしてみましょうここですね少し幅なども整えてみましょうかはいこのように自在にウィンドウやタブをカスタマイズできるのもこのウェーブラボの大きな特徴です 自分好みに仕上げたら、レイアウトを保存しておくこともできます。上メニューのワークスペースからレイアウト、そして名前を付けて保存を選択します。任意の名前を付けて保存すると、次からワークスペースのレイアウトにプリセットとして表示されます。一度初期値に戻して、もう一度先ほどのセッティングに戻してみましょう。はい、このように保存したレイアウトとなりました。はい、以上ですね。 今回はウェーブラボを使用するにあたっての準備や予備知識について取り上げました。次回はュ b a s e との連携や実際の編集操作にも入っていきます。どうぞお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。